はい、どうも、森内です。今回もですね、続けてキャッスルストーリーやっていきたいと思います。さあ、前回からね、シンバイオームの砂漠でね、やっていまして、このオフィシャルのマップでね、やっています。まあ、地形としてはね、あんまりその進行のルートが激しくなく、ここにね、まあ、天然の要害的な山があって、やりやすいね、マップとなっている場所ですね。まあ、ちょっと今回、まずトンネルを掘りたいと思いますね。ここに、上に行く感じでこの山の上に出たいと思いますね。もう一個回って、ここ右に曲がって、あ、出ちゃう、ここでいいか。よしよし。でここのトンネルも掘って、こう上ができたらね、木とかも取りつつやっていきましょう。とりあえず今6人しかいないんでね、ちょっと建築もこうやってところどころやっているんですけども、やめていきますか。さあ、いろいろね、黄色い石とかかなが足りないので、これですね、こういうの取っていきましょう。鉄と、まあ、別に普段なら行ってもいいか。このブリックストーン取りましょう。あんまりね、ないですよね、マップ見た感じ。ちらほらあるけど、この辺とかに少量あるって感じでないですね。今あるこの339はちょっと貴重に使わなければならないなといった感じだね。さあ、じゃあちょっとナイト作ろうと思ったんだけど、やめてこのユニット作って、武器盾ですね、これを増やしますか。まあ、ここの上にですね、武器盾作ってもいいかなと思ったんですよ。まあ、ここで迎撃できるからね。さあ、石がね、あんまりないので、まあ、この山掘ったりした後はちょっと地下掘って稼ぎますかね。まあ、まずここできたんでね、こっちから来てくれれば防衛はしやすい。弓で撃てるからね。まあ、前回敵来た方面はこっちなんで、ここに一応防衛のね、場所を作ろうかなって今回思ってますね。まあ、簡易的なやつでいいですけども、石がね、でも簡易的とはいえやっぱ100は欲しいですね。今はね、ない。ここに建設で使ってるので、石はね、皆無ですね。これはまだか。ここ行って確かぐるって回って上に行くので、もうすぐ上行けそうだけど。さあ、残り7秒で行きますね。まあ、今日も作業しながら迎撃しますか。まあ、一応昨日来た方向がね、分かっているので、そっちに向かって防衛をします。あ、ナイトできるぞ。ヘイユーナイト。でこっちが席あることですし、ここでちょっと待ってみましょうか。今日はね、中型が2体か。まだまだしょぼいですね。余裕ですよ、余裕。早く来てほしいもん。行ってこい。まあ、一応ここまで視界だから、どっち来るか分かるか。来てる来てる。ウェーブ2だ、こっちか。3体だね。あ、そっちですね。まあそっちから来るよね、当然だね。そして奥で待ち受けよう。行け、隠れい。撃てるとこで戦おうね。いいねいいねいいね。死にかけじゃない？
しよしよしよし。ナイト以外いらないかな。ちょっとこの子はもう出さなくていいですかね。ナイト2人にしときますか。あ、もしくは遠距離攻撃をもっと増やして安定的に倒さないといけないですよね。あ、来ましたね、1個。この青いので、まあ多分敵はね、こっち固定っぽいので、広げますかね。あ、こんなに範囲広いっけ。あ、そうか、もともと今ここにあるから、その分が入ってるか。ってなると、上側にしとこうかな。階段上がってすぐここら辺かなに置きます。なんでもう一個いりますね。ブリームストーン40か。これ欲しいね。これで、ここの地点で守れると大きいですよね。ここちょうど上から撃てるから、ここで守りたいので、石使ってね、ここにも防衛の場所を作りましょう。まあそうだ、ここにユニット入れて守ればいいから、別に席にしなくてもいいか。よりいると思うんだけど。作れるかな次の進行までに作れれば。上出来だな。こんだけでいいや、暫定的にね。石もっといりますね。石取りましょう。この人数じゃ厳しいか。石ですね。一番早いのは地下に掘っていくのが一番早いね。まあ、トンネル掘ったりして石は稼いでいますけどね、まあ、全然足りないのでね。よし、とりあえずここはいつも通り倉庫に変えていって、この木いるかな、取りましょうか。木はまだ割と余ってますね。ちょっと一人ちょっと手貸してほしいな、この辺。攻撃できるかな。いいか武器いるかな。ここを削っちゃいたいんだけど、いいや、ごめんね。はい、帰っていいよ。じゃあ置きますか。これで形的にはいいかな。残り4分なら間に合いそうかな。どうですかね。間に合うといいんですけど。とりあえず建築は最優先にして、上掘りもまだかな。あ、行けてますかね。もうじきトンネルも開通ですね。で、青いのできてますね。では置いて広げましょう。で、回復と センチネルワードか、これを1個ずつ作って、魔法使い自体も欲しいですね。1個の鉄と80ブリームストーンと22のファブリックと1プランク。厳しいな。アイアン、コグ、ロープ、ファブリック。ちょっとね、ここでクロスボウを作りましょう。よしよしよし。割とね、防御力に関しては高くなってきているんじゃないかなと思いますね。またね、圧倒的な石と
人手があればこう早急に作ることができて防御力が上がるんですが、足んないな。さあ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 、拠点作り1分じゃ間に合わないな。これちょっとまだ使えないですね。作りかけですけど、ここに防衛のねやつを置いて、中に、まあ、弓を置いたりしてもいいです。まあ、弓は上でいいかな。置いて、まあ、近くナイトで守れば安定的な防御ができるんですけどね。その計画はまだちょっといけなかったですね。残り40秒もちょっと待っていきましょう。極力ギリギリまで作業に専念させてあげたいですね。まあ、でもここで勝てば多分8人目来ると思うんで、まあ、作業効率で上がればこっちのもんだよね。はいね、これも完成してほしいな。あ、ヒーリングもあるぞ。置けないからな。でもどうせ普通ないと。ツーアーチャー、多分来る場所は決まっているはず。今日もここのはず。違ったら危ないですね。まあでもここどうせ攻撃するので分かるんですけどね、違った場合も。さてさてどうかな。結構充実してきましたね。今日は小型2と中型が1か。やばいな、割と君ちょっと増員しましょう。この辺で引きつけよう。まずいな、こっち来た。あれ、小型はいないのかな。めっちゃ殴ってる。ここはなんか奥にいますね。ちょっと見に行きますか、一応。残ったまま守り気持ちよくないからな。まあ小型だけだし、ないとは返そうか。今日ちょっとミスりましたね。ギリギリまで待ちすぎました。あそこにいる、あれはバグだ、ほっとこう。あれ予期しないやつの方ですね。まだ未完成だからね、ここ早く完成さえすればってとこなんですけども。よしよし、増えた増えた。で、ここで上によりヒーリングを置いて下のやつをカバーしつつやれればいいんですよ。ちょっとトンネルは終わったかな。まだか。木が陥没してるからもう終わってると思うんですけどね。ブリームストーンか。ここってさ、頑張れば橋作れるんじゃないかな。橋というか極端にやると、そうなっちゃうか。これ何個あればできるかな。こんくらいあって、これできるかな。あー、できないか。まあつなげても敵の侵入路がここになっちゃうので厳しくなるだけなんですけどね。やれればでも作業効率上がるから、ここ置きたいですね。まあできるよね。
まあできますよね。やった場合は、絶対だってここから来てさ、回ってくるのはやっぱ最短だからってなるから、これやったら絶対こっから来ますよね。しかもここ穴があるので、やめましょう。うん。作ってもよかったけどね。まあその食エリアだとさすがに危なっかしいのでね。で、ここに拠点作って守ろうにも、後ろ穴っていうのは怖すぎるんでね。だここなんならね、今すぐ塞ぎたいので、ちょっと飛ばないように、こっち側からだけ壁しとこうかな。蓋だね、蓋しとこうかな。あ、まず石足んないな。トンネル作り、より増やそう。石足りないですね。今作業的にどんな割合ってなんだろう。このストーン集めに結構人割いてるっぽいね。ただ鉄が今ないんじゃないかな。こうなると鉄は割とあるか。今の場合だとトンネルとかに当てた方がいいですね。ここは完成ですね。まあ、まだ使わないというか使い道はないですね。やったはいいが。まあ、こっちから敵来ないから、でもここに置けばいいか。ちょっとここも後々整理しましょう。痕跡はまだ分かんないな。小型ずっと残ってますけど、とりあえず放っておきましょうか。多分どこでやるかですね。この山上でやろうかな。ここがいいんじゃない、ここ。こう、とにかく。下突き抜けなければいいですね。よしよし、そこまで掘りましょう。もうすぐ完成ですね。そのタイミングあたりで敵来そうだからいいですね。タイミングが割といいね。これはいいや。さあ、ここで石集めするので作業効率も上がるかなと思いますね。そもそもトンネルの入り口が1個しかないのがちょっと不自由かもしれませんね。で、これ簡単に裏回れれちゃうので、ここもですね、まあまあまだできてませんが、扉つけてしっかりと砦にすることができれば理想です。今日やるか。今日無理かな。2段あれば入れないんですよ。2段さえできれば。間に合うかな。いろいろ準備はしてますからね、こっちも。いつでも戦えるように。ナイトもありますからね、しっかりと。あ、スリーナイトあたり用意しとこうかな。さあ、今日できるかどうか。まあ石がないから無理ですよね。取ってきてくれてるかな。終わりか。残り1分。ここできましたね。ここはですね、どうするかいまいち決まってないんですけど。 あ、はい、結構入れない。ここはね、回復か攻撃で迷ったんですけど、攻撃にしましょう。で、1個回復置いとけば、下をね、回復の範囲で積み込むことができますね。よしよし、これで防衛もできますよ。石使っちゃったな、そこに。そっち先にやっちゃうんだ。
この範囲が回復ですね。だ下にいれば回復できますね。だ上に弓とか置いた時にも回復できるようにしておきますね。これで一応。さあ、まあ今回はこの防衛で終わりかな。まあいい結果になるといいですけどね。まあもう準備した方がいいか。はい、ナイトナイト。3人はいらない。いや、2人入れて、一応3人欲しいですね。まあ、全員防衛くらいの勢いでいきましょう。通常の弓も欲しいな。来ましたね。撃て撃て撃て。3体しかいなくない？上撃てるかな？上撃てないならこの赤だけだよね。終わり？ 2 体残ってるぞ、どっかに。調査団行ってこようか。長押しか。あ、いるな。すれ違った。厄介ですね。で、あとも来ましたね。じゃあ残しますか。よしよしよし、オッケーオッケー。あとも拠点の完成待てばいいですね。上の防衛も良かったんで、あとちゃんと完全に止めることができればってことですね。で、なんで完全に塞がないかっていうと、あんまり完全に塞ぐと破壊に敵は移るし、空いている穴から入ろうとするので、また違う、侵入路ができちゃうのでね。で、これちょっと範囲的に無理ですね。変えましょう。ちょっと持ってきて。一回回収してほしい。ピックアップして、ちょっと一回持ち帰ってもらいましょう。ちょっとまあ中でいいかな。どの辺で戦うかっていうのが想定できてなかったからね。ただそこに置いてみただけなんですけど、まあこの周りで戦うので、この中でいいですね、普通に。ここでいいよ、ここで。ここに置けば、全体守れますしね。よしよしよ、出城できましたね。上からも守るように、赤い、雨あられの流星群が降り注ぐと。めちゃくちゃ適当に行ったけど、まあここから防衛できていくわけですね。どっから見ちゃったね。いや、ここ結構大きいですよね。敵も手出しできないから、ここで食い止めている分には一方的に攻撃することができると。さあ、ではね、今回はここまでにしましょう。